ウィリアム・ページは、アメリカ合衆国の肖像画家である、ニューヨーク州のオールバニで生まれた。9歳で家族とニューヨークに移り、11歳の時、発明を支援するニューヨーク市アメリカンインスティチュートから、発明に対し賞を受けている。15歳で、ニューヨークの法律家の事務所で法律を学び始めるが、すぐに辞め、肖像画家のジェームズ・ヘリングの元で絵を学び始め、1年、足らず後には、 設立間もない、ナショナルアカデミー・オブ・デザインに入学し、サミュエル・モールスの生徒となった。アカデミーで銀賞を受けるが、宗教に関心を移し、2年間ほど、長老派教会に入り、進学を学ぶが、再び美術の世界に戻った。1836年に、アカデミーの会員になり、1844年から3年ほど、ボストンで暮らした後、ニューヨークに戻り、 1849年頃、イタリアに渡り、フィレンツェやローマに11年間滞在した。イタリアでは、フィレンツェに滞在していた詩人ロバート・ブラウニングと、エリザベス・バレット・ブラウニングのような有名な人々の肖像画を描き、巨匠たちの作品を研究し、特にティツェアーノ・ノベチェッリオの作品に関心を持ったと、される。1860年にアメリカに戻った。アメリカでは、 多くの肖像画を描き、1871年から1873年までは、母校のナショナルアカデミー・オブ・デザインの校長を務めた。1874年に、シェイクスピアのデスマスクを調べるとして再び、ヨーロッパを訪れた。ニューヨークのスタテンアイランドのトッテンビルで没した。生涯を通じて、発明への関心が強く、ボートや銃に関する発明の特許を申請していた。 絵画の評価では1860年までの作品は評価されているが、しばしば変わった画風が評価を困難にしている。ありがとうございます。